Was also Leute, hier ist wieder Drag Lennis mit Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Folge 34. Im letzten Part haben wir den Bosskampf gegen die Genomazo an der Küste gemacht und Kapitel 7 beendet. Und jetzt waren wir mit Killer Bee am Trainieren, als Naruto plötzlich einen Zusammenstoß von Chakra draußen vor der Höhle hier gespürt hat. Und hier liegt was. Wir halten. Kindergrößenkleidung, Schuhe? Was war das? Ich hab's nicht gelesen. Nicht vollständig jedenfalls. Naruto will jetzt in den Sage-Mode gehen, um herauszufinden, was da losgeht, weil er da mehr spüren kann. Tomare, Naruto! Iruka-sensei! Nande? Nande Iruka-sensei made konna shima ni? Kono shima de no tsuika nimmu ga deta. Ore wa sono ouen ni kita dake da. Tsuika nimmu? 今ちょうど未確認生物が出て、そいつを確認しなきゃならない。なぜなら、俺ってば、いくつものチャクラがぶつかってるのを感じた。それと関係あんのか？そうだ。そいつのせいで外ではちょっと騒動になってる。とはいえ、まだ完全に実態がつかめたわけじゃない。調べが終わるまでもう少し時間がかかる。じゃあ俺も。今回の調査はいろいろと神経を使う。それに繊細な部分もある。お前には不向きだ。だから結果が出るまでお前にはこの奥で待機しててほしいんだ。結果が出たら連絡を入れてやるから。なんだイルカ先生の態度、なんかもしかして。どうしたんだ。そんな生物がいるんなら俺が抑える。自分で確かめさせてくれってばよ。ナルト、専任モードで感知したか。なんでこんなことになってんだってばよ。もう隠し通すことは無理だな。イルカ先生、戦争だ。マダラが仕掛けてきた。どういうことだ。仲間が戦って苦しんでんのに、なんで俺に黙って隠す必要があんだ。この戦争はお前を守るための戦争だからだ。俺を？マダラは全勢力での戦いを仕掛けてきた。9尾と8尾を奪取するためにな。9尾と8尾を取られてしまえば世界は終わりだ。お前を守ることがこれからの未来につながる。そのためにみんな命がけで戦っている。ナルト、お前は己と戦え。ここは我慢の時だ。死に意味を見出そうとするが、あるのは痛みとどこにぶつけていいかわからない憎しみだけ。ゴミのような死と永遠に続く憎しみと言えない痛み、それが戦争だ、ナルト。これからお前が立ち向かうことになってくるものだ。俺の役目はここまでのようだ。ナルト、お前だったら本当に。さ、戻ろう。この戦争は全部俺一人で蹴りつける。憎しみも痛みも全部俺がまとめて引き受ける。俺の役目だ。ナルト、話を聞いてなかったのか。お前の中には九尾がいるんだぞ。大人になれ。少しは俺の言うことを。イルカ先生は、イルカ先生は俺を一番最初に認めてくれた。俺にとって大切な先生だ。そんな人がキュービのことばっか気にして俺のことは信じてくれねえのかよ。ナルト、俺はナルト。言っちまったか、バカ野郎、この野郎。あなたは
キラー B さんですね。Oh, yo. あなたにお願いがあります。ナルトを守ってやってください。俺にとっちゃあいつは弟のようなやつなんです。でも俺には守れるだけの力がありません。厚かましいお願いだとは分かってますけど、俺にできるのはこれくらいで。だからお願いします。どうかナルト。 No、 やり方が違う。タンガン、拳を俺に向けろ。タンタン。え、こうですか。了解だ、バカ野郎、この野郎。ありがとうございます。ん？そうか、あんただったのか。いいのかよ、そんな約束しちまって。お前はナルトの見張り役だぞ、本来。この男が止められなかったんなら、誰が止めても無理。なぜなら、ナルトの心の中に常にあんたが見えた。あいつの心理。ナルトの中に俺が？ナルトに何をしたか知らねえが、どうやらあんたはナルトにとっちゃ特別でも、俺のラップは軽蔑。ナルトはあんたからもらったもん全部自分の中にきちんと取ってある。今日まで、あんたの言葉がナルトを守ってきた強力。ナルトのことは任せておけ。お願いします。第8章、2つの太陽。 Kapitel 8, 2 Sonnen. なんだと？それは本当か？はい、8尾のビー殿、そして9尾の渦巻きナルト、両名が島亀を抜け出したとのことです。つなで、お前が島にあった説得役はどうした？失敗したってことだろ。たらくイルカのやつ。どうします？B がいる以上、人中力はわしが直接出て止めるしかない。つなで、お前も来い。それはいいが、本部での判断はどうする？この葉の資格。了解しました。こちらはお任せください。行くぞ。ナルトのやつ。ここはつくづく関心のスピード、追いつくにも一苦労。B のおっちゃん、ついてきたのかよ。一人で行かせりゃ危なっかしい。お前の行動、支障なかし。え？お前を守ってくれってな、あのイルカってやつに散々頼まれた。イルカ先生が？二人は不器用、でも愛があるよ。生きて帰るぞ。そりゃ当然のこととしてだ。これからどうすんだ？キュービチャクラモードは悪い感情を読み取れる。なるほどな。その悪の感情が強い場所に行けば、そこが戦場のはずだ。 All right、 そういうことなら俺様ジュジュン、お前を追いかけ進むぜ、ジュンジュン。行こう。So, Naruto joins the war. Naruto hat jetzt den Krieg beigewohnt. So, okay. Die Frage ist, was wird jetzt geschehen? Eigentlich wäre das nächste, was jetzt kommen müsste, dass, Iruka-sensei, ich gehe jetzt. Er sofort auf jemanden trifft. Und nun ja, ich glaube, das wird doch kommen. Es sei denn, wir haben jetzt hier tausende Mobkämpfe auf dem Weg hier. Aber ich glaube eher nicht. Bisher hat das Spiel ja reichlich darauf verzichtet, muss ich sogar sagen. Ich weiß nicht, ob das dem Spiel zugute kommt oder nicht.
Muss ich mir noch für mein Resümee überlegen. お前の中にずっといて、お前をずっと見てきたが、ナルト、お前はいつも甘い。珍しいじゃねえかよ、キュービー。お前の方から話しかけてくるなんてよ。いよいよ寂しくて話し相手が欲しくなったのは分かったけど、今は忙しいんだ。後にしてくれ。お前は戦争を本当に一人で片付けられると思っているのか。そりゃ無理ってもんだ。お前がいくら張り切ろうとも。そういう話は戦争の後だ。じゃあな。仲間が殺されれば、それに伴う憎しみが生まれる。そうなる前に相手を全て倒すつもりか。どのみち相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。それを全て受け止められると本気で思っているのか。お前もいずれペイン・ナガトのように憎しみに囚われるぞ。この戦争がお前をそこに近づける。いつまでも俺を舐めてんじゃねえぞ。お前は分かっていない。甘いのだ。もう戦争は始まっている。負傷者も多く出ているはずだ。その分憎しみもな。そもそもお前のそばにいたサスケはずっと憎しみに囚われていた。だがそのサスケもお前がどうにかできたことがあったのか。よく思い出してみろ。幼い頃からお前はサスケの憎しみを感じていたはずだ。同じ班にいたとしても、長い時を同じくしても、お前はサスケの憎しみを消すことができなかった。それどころか逆に奴の憎しみは大きくなった。すまない。お前は誰であろうと憎しみを消してやることも受け止めることもできやしない。で、話は終わりか。なんだと。だからって俺がおじけづいて何もしねえとでも。そうなりゃお前の思うツボだもんな、キュービー。おい、お前こそ甘いんだよ。なんでお前はサスケ一人救えてもいないのにそんな強気でいられる。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、戦争だって何とかしてみせる。こいつあのチンチクリンが随分と立てつくようになったじゃねえか。なあキュービ、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思った。俺を散々苦しめたお前だけど、憎しみに振り回されんのがいい気しねえのは俺も知ってっから。お前はバカか。わしはキュービだぞ。チンチクリンにどうこうされるほど落ちぶれちゃいねえし、わしは憎しみの塊だ。なら OK だ。俺はチンチクリンじゃねえし、そっちの方がやりがいがある。じゃあな。待ってろよ。どうした。なんでもねえ、こっちの話だ。ん？Bのおっちゃん、このまま戦場まで突っ走るぜ。Tja, so ging das dann also aus. Werden wir mal sehen, ob Naruto diesen großen Worten jetzt wirklich die nötige Tat entgegenbringen kann. Nun gut, ich würde am liebsten den Part hier beenden, weil es gerade so schön passt, aber ich habe 20 Minuten Parts versprochen, deswegen gehen wir gleich weiter zur Konfrontation, die ich meinte. Sie müsste da hinten sein. Ich glaube, ich erkenne den Berg, den habe ich im Trailer schon mal gesehen, beziehungsweise wie er zerstört wird. Okay. Was? JS in der Luft? Meister der Kunst des Tauschens? Ja, diese Tipps hier lese ich mir eigentlich reichlich wenig durch. Doste. Nanika ga kotsu ni. Kono obaka tomo ga!
ブアちゃん。ノー、ブラザー。お前らを止めに来た。これ以上先へは行かせん。これがキュービのチャクラをコントロールした姿か。やってのけたな、ナルト。ブラザー、ナルトを行かせてやってくれ。お願い。こいつのことは俺が保証する。大概。何を言っている。お前たちを守る戦いだぞ。お前らが捕まればこの世界が終わるんだろ。イルカ先生から聞いた。ならなぜ行こうとする。大馬鹿かお前らは。そのせいでみんながやられんのは我慢ならねえ。みんなが死んで戦争に勝って俺だけ生き残ったって、そんなの意味ねえ。俺は嫌だ。世界が終わるよりマシだ。みんなそう思い、お前を守るため犠牲覚悟で戦っている。そのことを知って自分だけ傷つきもしねえでじっとしていられることを人間できちゃいねえんだよ。死の子の言うな。お前は行かせん。綱手のばあちゃんなら分かってくれるだろ。俺がこの戦争を止めてみせる。行かせてくれ。今は忍び連合の参謀として動いている。お前を止めるのは連合の意志だ。お金といえど私一人が別行動を取るわけにはいかん。わかった。ばあちゃんの立場上そりゃ仕方ねえよな。なら無理やり行く。大影のおっちゃん早えな。忍びでわしより早い奴はおらん。四代目火影がいなくなってからな。父ちゃん知ってるのか。手合わせは幾度としたものだ。あれに勝る忍びはいないとまで思わされる男だった。聞けばあやつは木の葉の三人、ジライアに予言の子、救世主だと言われたそうだな。だが救世主ならなぜ今この危機的状況でいない。やつは九尾事件で失敗したからだ。そこからお前は息子として何も学んでいない。不確定な可能性で物事を語るバカほど。そうなんだよ。父ちゃんを知ってるって語るな。元気な産声と一緒にあなたが生まれた。ミナトはその時、俺も今日から父親だって泣いたのよ。それからね。そして里からマダラとキュウリを遠ざけたのに、力のすべてを使って強すぎるキュウリのチャクラを半分己に封印して、世界の変革、それに伴って起きる災いのこと、マダラのこと、それを止めるのはこの子だと。父ちゃんは全てをナルト、あなたに託して死んだの。あなたを信じきって。四代目火影は失敗なんかしてねえ。もしどうしても行くというなら、この場でお前を始末してでも止める。な、おい雷影。そうすれば九尾復活まで一時の間時間が稼げる。敵も計画を先送りせざるを得なくなる。命が惜しくないようだな。待って。いい、お前。そういうことなら八尾の俺が死んでも同じ。そうすりゃ敵の計画とやらも台無し。ナルトが行けるよう俺の命を通し。 B のおっちゃん。お前たち人中力は己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり、里の力であり、国と里にとって特別な存在だ。お前ら個人の好き勝手にはいかん。立場を理解しろ、大馬鹿どもが。まあそうかもしんねえが、俺は個人としてどうしても捨てきれねえもん持ってる。心意気、それをなくしたらただの兵器。つべこべ言うな。お前たちはわしの言うことを聞いていればいい。完全に頭に血が昇ってやがるな。今はまともに話を聞いてくれねえぞ。ブラザーを抑える、ハッツァ、力を貸してくれ。派手にやりすぎるなよ。お前らの兄弟喧嘩は規模が半端ねえんだからな。
青いよ。坊ちゃん。大人の俺様、少年ば。少年ナルトは手を出すな。B。貴様このわしに手を挙げるつもりか。俺もナルトも負けやしねえ自信。それが分かってる俺たち自身。いくらへりくつをこねようとお前たちを自由にはさせん。わしの力を持ってここで止める。力があっても止められねえ意志がある。それを見せるぜ俺様が。Okay, diesen Kampf machen wir aber erst im nächsten Part. Ich glaube, wir sind schon so weit an der Grenze. Die 20 Minuten, jo. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, Kommentieren nicht vergessen und bis morgen, wo wir dann diesen Kampf machen. Like Kagetai, Hachibi. Okay, tschüss.